それでは皆さんこんにちは、ズータイムです。こんにちは。はい、本日も野鳥少年春と単調に出かけようと思いますけども、今日はどこに行くんですか？富山県の立山に行きます。立山です。登山ですということで、今回は3000メートル級の立山、小山の登頂に向かいたいと思います。はい、ね、その途中に高山の、ね、動植物をズータイムチャンネル初でね、お伝えできればなというふうに思っております。うん、それでは今回も行ってみましょでは立山駅到着しました。春こんなスタイルです。はい、まあ、一応ね、3000メートルの、山に登りますんで、トレッキング入ってます。はい、はい、じゃあ今日は何が見れるでしょうかね。何泣いてる？イカル。イカル泣いてるね。うん、では本日なんですけども、まずは立山駅からですね、ケーブルカーに乗って、もう今回は室堂まで行っちゃいます。で、室堂からまあ山頂に目指すと、だいたい2時間ぐらいの登山の片道のルートになるんですけども、また登山の道の様子なども参考になればなと思います。はい、で途中ね、動植物なんかも観察しながらもちろん向かいたいと思います。はい、じゃあ春やる気満々ですね。はい、はい、紫外線対策と、あとは高山なんでね、今回はサングラスも、かけた方がおすすめです。目もやられちゃいますからね。はい、ではこういった体勢でいきますよ。まずは立山駅で切符を買います。ケーブルカーと、バスの切符ですね。木の階段を登って、すぐこちらですかね。はい、ウェブ切符受け取ってあるんで、こちらで QR コードを挿して受け取るという感じですね。はい、出ました。はい、立山から室堂往復7380円、結構するね。小学生は、はい、3690円です。すっごい急。ビジョダイヤ着きました。はい。イエーイ。ケーブルカーのこの角度すごいよね。うん、面白い。ビジョダイヤの景色です。本日はね、このビジョダイヤの方の森にも入りたいところなんですけど、時間がないのでバスの待ち時間です。山椒食いがいっぱい鳴いてますね。
室戸到着しました。着きました。ちょっとテンション低いです。疲れました。はい、ではね、早速岩ツバメ。これ岩ツバメが飛んでます。行く途中ね、あの火薬瓶みたいな。うん、遠いのね。入れたかなっていう感じですね。はい。はい、それでは今からね、ゆっくりと、室戸周辺を探索してから、小山の方に向かいたいと思います。では行きましょう。きれいや。もう絵に描いたような景色だ。まさしく。こんな感じです。ではまずは室堂を出て向かったのが三栗ヶ池だよね。うん。うん、これ本当綺麗だったね。うん。青色のね湖だよね。うん。うん、これはね水深が15メートルもあるから青いんだって。はい、うん。で、それからね、1万年前にできた火山湖らしいんだよね。うん、で、この周囲ね、あの、630メートル約あるんですけど、とっても広かったね。うん、で、この周りをまずはね、あの、観察したね、ね、うん、あの、ハイマツ帯に囲まれた湖なんだけど、うん、そこにある野鳥がいましたね。うん。うん、高山の代表的な鳥、ホシガラスに会いました。そうだよね。やっぱりこのズータイムチャンネルではね、この高山の鳥をね、あの、うん、まだお伝えしてなかったので、あの、出会えてよかったですよね。うん、まあ、ほんと、なんていうか、おしゃれなカラーリングでね、うん、白斑が全身に散らばって、ものすごい美しいカラスだよね。うん。うん、で、春、やっぱ早速見つけたけども、どんな風な動きをしてましたか？うん、この子、ハイマツにすごい飛んでて、うん、白い尾羽がすごく目立って、うん、あの、飛んでて白い尾羽も見えたので、うん、あ、これ星ガラスだなと分かりました。そうだよね、うん、でこの後ね、あのぐるっとあの地獄谷の近くにもね回った時も上空を飛んだりね、うんうん、あの行ったり来たり、いろんなところを飛び回ってましたね、うんうん、でもこれあのね見れてよかったよね本当にね、うんうん、とても美しいカラスでしたね。ん、何音？星ガラスじゃん。どれどれ、それから室戸を出た時に、ね、昆虫にも出会ったよね。うん、アサギマダラです。そうだよね、あの室戸の上の方のね、あの建物の窓周辺に飛んでたよね、ひら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 、うん、でカメラで見てみるとね、アサギマダラだったね、うん、綺麗だったね、うんうん、それからね、そこら中にいたんだけどバッタが結構いたよね、うんうん、これはクモマヒナバッタですだよね。ちょっとあのでかいの方には我々の周辺には見ないバッタだったね、うんうん、こういったバッタたちもねたくさん多分鳥の餌になってるんだよね、うん、それから様々な高山植物にも出会いました。私たちが行ったのが8月30日、もう9月なんですけどもね、うん、結構いろいろな植物が開花の時期が終わったものもありましたけども、うん、それもまた美しかったね、うん、なので季節によってこの移り変わる植物の姿がまたすごく魅力的に感じましたね。酸素薄いね。ここまで来ると酸素薄い。気持ちいい。ちょっと岩が増えてきたね、うん、うん、岩の景色になってきました。まだまだあります。それからチョウゲンボウの姿も観察できたね、うん、あの3000メートル級の場所ですけどね、うん、ホバリングしてましたね、うん、まあネズミの仲間かな、ハタネズミの仲間か、それか先ほど我々お伝えした昆虫を狩ろうとしてるのかちょっとわかりませんけどね、あのチョウゲンボウの姿まさか見れると思いませんでしたね、うん、はい、かっこいいホバリングの様子です。カヤクグリ発見です。それからしばらくね、あの上の方に向かっていくとですね、うん、ついにカヤクグリ結構はっきり見れたんだよね、うん、うん、でこれまでね、見るまでに何回もね、
10分15分立ち止まっては見てたりするんでね、あの普通にあの小山にね向かう人たちとはね全然我々はやっぱり時間をかけていったのでね、ねかなり時間を食いましたね、うん、でもカヤック類観察できてよかったよね、うん、やっぱりその目的がそれぞれあっていいと思うんだよね、うんうん、私たちはやっぱ単調ね動植物を観察するとかメインなんでね、頭頂はおまけみたいな感じで今回迎えましたもんね、うん、でも結構春疲れたよね、めっちゃ疲れた、なんでなんでやっぱ空気が薄かった、うん、本当になんか午後進んだら、うん、はは言ってねえ、やっぱ空気薄いんだろうね、それプラス D500 持っとる、うん、ああそっかそっかそっか、まあ小学生がねあのねあの重たい一眼をね抱えてさらに荷物になってるんでね、ちょっと普通の人よりはハードルが高いよね、うん、でかなり時間をかけていったんで体力がすごく削られてたよね、うん、うん、でも回復ぶり見れてよかったね、うんうん、あの結構いいショットも撮れましたね、うん、うん、カヤックぐりの撮影ができてちょっと疲れが飛びました。テンションが上がっている春です。かな、あ、上りが右、うん、こんな感じなんでちょっとトレッキング書かないと難しいですね。こんな勾配です。頑張れ。うわ、こんな景色です。ここまで来ました。あとちょっと、だいぶ来たな。うん、もう来たよ来たよ、もうちょっとだよ春、うん、バテました、取り見すぎたね、ちょっとね、うん、室堂道からね1時間半ぐらい取り見たからね、みんなよりすごい遅れてるけどね、最悪登頂はやめようか、でももうすぐだからね行きたいよね、うん、頑張れそうです、はい、よし、ういって、もう間もなくです、着きます。さあ、って思ったよりしんどかったみたいですね、はるくんは。バテてしまいました、途中で。よいしょ。頑張れ。頑張れ。鳥に体力を使いすぎましたね。さーっていけるか。はる、じゃあ上行ったら教えて。休みながらでいいよ。うわ、雲よりも雲と同じぐらいかな、高いね、あれ雲が同じ高さに見えるよ、あら休んでる休んでるさあ春もうちょっと、見えたよ見えたよ、着いたよ、よし着きました、イエーイ、タッチ、いや着いたよ春、さあじゃあちょっとねもう今時間が1時半回ったんですけど、疲れたねじゃあコストコのマフィンを食べてまた下山しましょうかね、はいはい、はい、でも春さ、星ガラスカヤクグリ見れたしよかったね、うん、うん、岩ツバメもいたしね、植物もたくさん撮ったしね、うん、え、岩ひばりでね、無事登頂した時にほっとね、休憩してた時に出ましたね、岩ひばり、岩ひばりですよ、岩ひばりがちょこ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 っと現れましたね人に懐っこいことでね有名な岩ひばりなんでね、いや本当にでも現れると思ってなかったんですけど、ね、出ました、
ただただこの時野鳥少年ハルはですねもうくたばってたのでカメラを出す力が残ってないということで、私スマホですぐ撮ったんですけども、一応岩ひばりにも出会えたという、はい、肉眼でははっきり見えたんですけどね、うんうん、まあこれはこれでいいエピソードじゃないでしょうかね。下り頑張るぞ。はい、頑張りましょうOK、 もうちょいもうちょい、はい、見えた見えた、下界が見えた、おお、ちょい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 、ほら避難小屋です。もうちょっと、それではいかがだったでしょうか。立山のズータイムチャンネル初になりますけどもね、うん、実は実はただもっと有名な立山といえばライチョウだよね。ライチョウ、今回実はライチョウとは出会わなかったですね、うん、まあ我々のコースもあるかもしれませんがね、ちょっと大山の方に向かったのもあるんですが、でこの日ね、ほとんどの方見れなかったみたいですけども、室堂の一個下のね、天狗平という場所があるんですけども、うん、その周辺でライチョウが、見れた方がいるよっていう情報は聞きましたけどね、うん、はい、これはまた今度ということで、はい、今回はでもいろいろな高山の野鳥、それから動植物観察できたのでよかったんじゃないでしょうか、うん、はい、それでは引き続き続きの動画でお楽しみください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ズータイムチャンネルでは野生動物観察、それから適正な飼育方法、それからより専門的な知識をお伝えするズータイムカレッジの3つのテーマでお届けしております。自然界、それから動物界全体の魅力をお伝えできる番組を目指しています。それでは楽しく学ぼう。